あ、なんか人数が。来た。ふざけた野郎が相方だぜ。8秒前。皆さんは。赤いボタン。8秒前に死んだのを見てる。貨物大量脇の中に皆さんっていないっすよ、ね。いなかったような気がするな。ゲン、フジ、ネロ。ある。俺、オマ。じゃあいないかも。キッチン、アーベ、ハイブリ。うん。エンジン、スナパイタン。足で縮したタン。手で直してないけど、最後、展望デッキ。で電話藤宮が貨物で直してます、一番左覚えてないですやってると思うんですよ一番左で。アベレージは停電待機、うん、僕ボタンだよ、うん、エンジン側に歩いているのとすれ違ってきてる、うんうん、で最後あー周さんですよねあれ、うん、うん、と一緒に登ってる。ゲンさんとマオジさんは無理そうかな、うん、はい。リンゴさん、アーカイブ脇でどこ行ったの？アーカイブ脇で、シャワーのタオルを拾ってシャワーを入れている最中です。俺貨物脇で最終アーカイブ本タスク。8秒前に死んだで無理な人っていない。シュウさんは経路どんな感じですか？僕ね宿舎で湧いてそこのままそこのダウンロードやって。終わったら阿部君と合流してミーティング上がって終わりみたいな感じです、うん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 、合流してずっと一緒、うん、まあ足阿部無理かな。停電になった瞬間ぐらい阿部君あるじゃない、あ停電になった瞬間ぐらいに死んでます。これやったら厳しいかも、うん、スナパイさんに白出せそうかな。ん？なんでや、あれ停電の直前ぐらいにコミューズの方に入ってこなかった？入った、うん、俺すれ違ったから停電直前や、停電直前からそれぐらいやったら俺軽く見えない。停電直前じゃないです、停電なった瞬間ぐらいなんで、むしろ直後くらいの感覚の方が、うん、まあ何いずれにしろキッチン脇にいないって主張だから、うん、そうそうそう、そう白、まあ、そこ白と仮定した場合は、うん、リンゴさん、アーカイブ端脇のリンゴさんか、うん、メイン脇がいないんでアルマがバイタルで切ってるか、うん、ぐらいかな。うん、貨物にあんなに人の残してきると思いますか、僕が歴で。あ、そんな方もそうすんの、まあ、さすがに次は、うん、入れるんですか、うん、まあ、そしたら絶対アルマさんまで釣ってくださいねであれば飲みます。でも私はまだ LINE とか追ってます。あ、追ってるんだ、うん、一応追ってます、スキップしました。いいです。はい、でも停電直しました。はい、はい、メインシャワー閉まっとったね。今回閉まった？今回閉まったんじゃない？閉まった。今回閉まったか。うん、まあ閉まってても、まあメイン脇の人物がシャワー行ってたら切れちゃうから、うん、あんま関係ない。いやなんかその辺で死んだから閉めたんかなと思っちゃっただけ。うん。停電中が。シャワーのカンカンタスクあたりだったんで、普通にどうあがいても容疑者だとは思います。まあまあまあ、リンゴさんは外れないと思うけど、はい、あ無理なのって阿部足とゲンフジオマ、スナパイさんからハイブリさんって白出るんですか？ゲンフジオマ、これはね見てないけど、脇がキッチンであることを阿部ちゃんが保証するんであれば無理じゃない？うんです、ね、キッチン脇を阿部ハイブリで両方で隠してないと無理かも。うんうん、っていうかそうだね、三人がになっちゃうね、スナパイさんがじゃなくてスナパイさんがハイブリさんに白を打てるか。え、打てるでしょ、だってスナパイさんエンジン端巻きでしょ。うん、あ、そうなの、ハイブリさんが俺の位置をちゃんと分かっているようなので、さっきのターンの議論だけだとハイブリさんがスナパイさんに白を打っただけの印象かなと思ってたから。いや、俺からはね死人の記憶がないもんで。あ、でもアベアシブリスナ無理でゲンフジも無理なんですよね。うん、ゲンフジオマが貨物配電盤前にいた、うん、
ね、あじゃあそこは絶対ないね。停電直後ぐらいで。アルマム貨物脇でメインぐらいまで移動してんの？いやだからバイタルだっけ。うん、いやだからアルマ君のバイタルが正だった場合に、その停電のタイミングぐらいでキルが起きたんだったら、俺はスナパイさん見てくれてへんけど俺は見えてるから無理なんと、どっちにしろ脇の段階でもスナパイさんが切る位置がない。あれネロちゃんってなんだっけ。8秒貨物脇で上に行ってアーカイブでホンタスクやってる。あ停電になった時ぐらいに藤宮がダウンロードやってるのは見てるけど、うんうん、だから私シャワー弁当割と否定できると思ってるからネロちゃんはできないかなと思ってます。ほぼどうする、まあ、メイン分けでガーってきた場合飲み切れるって感じだね。あとあでも私がシャワーでタスクしてるんでそれはないと思います。多分ね足は別お互い白出せやんかもしれやんと思えてきました。8秒やったらそうダウンロードとこからミーティングまでの間しか一緒じゃないんですよ。あまあ、足湯さんからそうですね、僕は出せないかもしれないけど僕から足湯さんは出せるかな、うんうん、てかメイン脇でまっすぐミーティングに向かってきてない限りは。いやでも宿舎の金庫でとかあるかなと思って、うん、それあるかなって思って。あ最初宿舎一緒に湧いて金庫でキルしてすぐ降りてか、うん、でも8秒やったら無理か。うーん間に合うのかな。見た人いなかった気がするが見てない見てない。アーカイブラウンジ貨物で動いてるけど見てない。アーカイブが3人作業してたかな初手ですね。メイガラネロ試験、うん、で最後シャワーのタスクにリンゴさんがいる。停電直しに行こうとするタイミングで阿部ちゃんと会ってる、うんうん。あもう一人停電直そうとした人いますよね。アーシューです。僕アーカイブでネロちゃんペイさんがそのまま昇降機入っていって僕はラウンジ側に抜けてます。俺カウント前で終わり、うん、私からベリーズさんには白出します。うんシャワーで会いました。アルマ君はボタンで。オマはコミュ通信室前合ってるわ。コミュ前おそんな移動したの。移動してる。今回ねもう右にあまりタスクがないので残ってるのがシャワーの配線だけなんですよね、うん、で今回エンジンの配線やって通信室のダウンロードはやってるんで。オマとエレキですれ違ってアスタリスクやってから石油です。浮いてます。ハイブリアルマオマオジの3択かなと思ってるんだけどこのキルに関しては。あリンゴさん白なんですか。シャワーブレイジさんから白出そう。メインでタスクを一緒にやって、はい。ああ、その後分かんない。僕その後停電直しに行って一旦別れて最後シャワーであったから。一旦エレキに一瞬降りたんですけど、ハイブリさんがエレキにいるので、うん。まあできるとしたらそのタイミングで藤宮さんがエレキにいた場合だけです。ああ。停電が。いやごめん。エレキに入ったいつ？ごめんリンゴさん。停電。中ぐらいかな。停電中くらいと。でもハイブリさんには確かに会えてない。俺はもう石油にいるのでだからメインの左側とかだったらキルできちゃうかな。シェリフいないのこれ。シェリフ俺なんだけど停電が27秒の時点で鳴り始めているので停電なって以降のキルです。停電直したの俺ね貨物で、うん、オッケー、はい、どうしようか。いや様子見るか。一回様子見。いやむずい。うん。そうなると藤宮マット？いや、そんなことないよな。
計算シリフどっち乗っ取り、情報ゼロ、何かある人見てない、宿舎は全部閉まってた、えぇ、ー、マジやばいな、見てないんか、おらんな、見てないな、助けてよみんな、俺アルマリンゴオマオジアベレージとしか合ってない、うんうんうん、エレキでネホちゃんと、アルマさんが米の方に行って、私がミーティングの方に行ってます。これテレノーション誰ですか、まあ、出ないんだったらじゃあ源さんがその3箇所のどっかで死んでる、ね、じゃ あ場所特定するけど昇降機右だけ違う、俺がハイブリさんが来たってことですか、俺阿部ちゃんとさシャワーですれ違ってんやん、うんうん、あの時に昇降機右に入ってんのよ、アーカイブ左扉開いてると思う、今閉められてたら分からへんけど直しに行こうと思って入ってて、さ誰かが直してくれたになります、ああそんな感じやと思うわ、俺もシャワーの上の配線行く時にブリちゃん見てるわ、あ、そうやね、お前すごいたね、いやこれやべえ、どこにどういう移動したか言ってほしいです、死んだ位置がその辺かもしれないっていう情報がある上で説明してほしい、だ誰に、俺、俺貨物脇、エレキメインシャワーシャワー配線やって、今メインで足湯さんに会ってメインからエンジンまで一緒に行動、足湯さんは上、俺は左、え見えてない、え、めっちゃ重なってて体、俺見えてなくても、うん、そういう移動だって、あ、もうでもエンジンに入ってる、ちょっとごめんなさい切っていいですか、スナパイさんシーフだから砂ぶりがなくなって、足阿部のラインも僕がないと思ってるから、白取り下げたりとかの下りで、うん、でおまおじさんが藤宮白打ってて、うん、ネロちゃんはリンゴさんが人外じゃないと多分キルできないから、アルマリンゴから初手で、あこれ全部初手の話です、初手で、そうだね、うん、まあ私も同じこと考えてたんで、私釣るんだったら絶対にアルマさんまで釣ってください、まあ、あとねリンゴさんのクルースめっちゃ上げれて、初日に自分に3票入った時自分を釣るのは絶対アルマさんまで釣ってくださいって言って、その後ライン精査をライン疑ってるっていう発言をしたのに、次のターンでライン精査を一切してなくて、僕がライン精査をしてる、あそれはみんながやってくれてたからです、左側にラインがあるとしたら、だから足湯阿部か砂ぶりなんで、全力ボタンチャレンジ、ボタン押すチャレンジで、今日はリンゴさん釣りで了解です、ボタン行くわ、まあ私は行使しません、アルマ君釣るためのボタン押しを全員でやりましょう、僕ボタンないんで、うん、初手だけの様子となっちゃうけど、アルマさんだと思います、ボタン今私押したんで、コミは僕が行きます、いいナイス、貨物で湧いた時は死ぬかと思いました、どっちかっていうとライン精査をしなかったことよりもあるままで釣ってくださいって言った後に、ライン疑っラインも精査するって言ってたのが言うてない、確かにね、順番が変だと思ってるから、それでめっちゃ人外だと思ってるから、ライン精査するんやったら、ライン精査するんやったら多分アルマ君釣りまでは絶対にって言わないよね多分ね、うん、まあまあまあわかんないけど、ほな2キル目はリンゴさんじゃない、2キル目はね、阿部ちゃんが人外じゃない限りはリンゴさんはむずいと思う、俺も最後タオルのところにいるのは見てるから、まあ僕からこの2択にして、まあ、僕釣り飲むんで、でリンゴさんは2キル目できないんだったら2キル目できる人間洗って、僕を白だと思うんだったらその人を疑ってほしい、2キル目そのシャワー、2キル目はだからアルマ君か、アーカイバー周りにいたのって誰、アベレージ生きてる中だとアベレージ、リンゴさん、あ、じゃあちゃいないよ、だいたい僕が多分一番、下側にいますね、オンバル、スナパイ足が多分左側にいるのは、うん、左側はオマ、俺が石球、オマが多分コックピットで、アルマ君がボタンやったっけ、僕ボタンすな、だからこのウキイチ3択しかなかったはずよ、あの時は2択、そうオマブリなあるのどれかやったはず、じゃあオマブリのどっちかだと思います、
なんかね右側ほぼ死になくて、多分切れるとしたら右側貨物とか、バイタルなんだけど、そこは俺でもね、で手で直した後にそこ通ってるから。まあでもね右はね人がなんかなんとなく多そうだなって思ってるのと、あとアルマーシーもメイン脇で、アシューさんって右の方向行きましたね確か。うん行った。だからねあんま右なさそうかなって僕も正直思ってたから。3キル目は、3キル目は別に誰も白出ないと思う。そもそもゲンさんの死人がないから、停電のとこで殺されてるんじゃない？いや、お話がなんか白出へんみたいな話なかったっけ。いや白はね出ないんですよ。要は足湯さんがどっからやってきてるかわからないのと、 あと単純にそう、それまでに切ってる可能性が。いやエレキでやってるからそれはないよ。だから足湯さん絶対白だよ、オマが白なら。あ、じゃあ白やわ、うん、はい。おまぶりの判断はマジでつかないんですよね。アルマ君釣った後どっちか俺行使しようか。いやー行使すんならいますね。アルマ君白決め打たないと無理だねそれだと。どうします？うん、いやーちょっとアルマ君釣らないでいってみようか。入れたよ俺アルマ釣らずに。じゃあ行使、誰行使？オマおいで。オマ入った。オーケー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 。オマエンジンおいで。はい。これどっち？おお。アベ君でネロスナが死んでるんだ。アベ君動いててペイさんが弾けた。えどういうこと？こっちが PP やんじゃんこれ。あのスナパイさんが僕切ってました。ええ？何それ？多分そう。はい。オマが来てなくてアベ君がペイさんの前で踊ってて。えオマージさんは撃たれてないんですかスナパイさん？撃たれてない、撃たれてない。いけなかったおまおじが。え、二郎生存なんじゃないのこれって。ちゃうの？え、おまおじさんどこ行ったんですか？俺弁当にいたよ。弁当？おまおじは弁当の中にいたの？あ、そうです。弁当の中にいたよ。普通に逃げてくれてた。あ、そういうことね。あ、よかった、うん、俺釣りでいいよ。いや、じゃあ足湯さんに入れますね。はーい。足湯さんね。あ、まあ、はい、せっかくやったら3人で勝とうよ。リンゴさん村か。あー村なのね。ブリアベで隠してるのか初手キッチン。ん？あ、ブリアベキッチン初手隠しか。いや、多分エンジン脇だと思うのよ。え？じゃあ無理だ。あれキッチン脇だったっけ？あれキッチンかエンジンだったと思います。僕ミーティング途中に宮さんいて。エンジン。タンって言ってたもんね。だから俺から、うん、マットかなって思ったから白出しに来る。奇跡の耐えしたのに。エンジン脇でーす。嘘やん。ナイスバイティング。ナイスやべちゃん。いやでもいや今回マジ動機ずれやばいから。マジスナパイさんと一緒に俺エンジン巻いて左に一緒にやるって言って俺コックピットが言ってるんですけど。マジ？全く見てなかった。覚えてないか。つまらないことあるか。すごかったね。2ターン目も3ターン目も死人ゼロやったもん。いやこれね結構ね崩壊してるっすよゲームとして。もしスナパイさんしてで映ってないとしたらマジで崩壊してると思うぐらいでね。同期ずれがやばい。結構重なってたと思うねんな俺スナパイさんとは。うん、マジで全く見てなかった。あのオマのやつも俺見えなかったわ。いやでも全然あると思いますよ。まず使えるんじゃねえの。だって俺さっきエンジン脇で宿舎行って金庫入るときに藤宮が宿舎で湧いてましたからね。東京。あれは遅かったね確かに。やばいですよねあれ。ピョンって急に出てきた。メアさんの回線がやばいんですかね。なんで俺なんだ。みんなふざけんな。同じや。じゃあ俺がいなきゃ全員始まるやんけ。その他人の回線に悪影響って。ハッキングされるやん、もはや強すぎる。パワー強すぎる。よし、じゃあ次ラストかな。お願いします。お願いします。お願いします。